一番古いかどうかちょっとは、でもよく覚えてるこう昔のことで言えば、あの今回劇中でその時男がジュースを買ってあの光に渡すシーンがあって、ピーチネクターを、それ小学校1年の入学式の時にあのお母さんに買ってもらったのを思い出してました。はい、気持ちよそうですね。あのいやピーチネクターは美味しいなと思いながらも、ちょっとなんか緊張してたのとかやっぱ覚えてるんで、はい、小学校の時に6年生の兄と4年生の僕と1年生の妹と、登校してまして、ある日兄貴と喧嘩して、登校中に兄貴にボコボコにされて泣かされて帰りまして、それを妹が見てて、こういう姿を妹にも見せちゃうし、すごい悲しかった思い出が今パッと浮かんだのが古い曲だと思います。はい、多分保育園か幼稚園の時ですけど、近くの川というか、あのもうほんとちっちゃい川でザリガニ取りみたいなのをしてて、なんかその時に足踏み外して、なんかそのスローモーションでこう落ちたんですよね、川に。でめっちゃ浅瀬なんで全然溺れるとかなかったんですけど、なんかそれがなんかめっちゃ映画的な記憶として残ってて、あのよく川とかに落ちるシーンとか見てて、パッて起き上がった時に怖いじゃなくて、なんか今の面白かったなみたいなのがあって、まあ家めっちゃ近かったんでそのまま帰って、なんでそんなずぶ濡れなんておばあちゃんに怒られたっていう記憶ですかね、一番古いのが。なんかそれが今もあの俳優やってる上でなんかそういう映画的な記憶っていうのがあの今につながってる気がします。一番古い記憶はなんか森の中を虫網を持って歩いてて、なんか可愛いキャラクターの柄の虫網を持って歩いてる、何歳くらいだろう、幼稚園入る前だから3歳とかだったと思います。気持ちは覚えてないですね。まあワクワクしてたのかな。でもなんかそのことすごい覚えてます。幼少期の頃の記憶がそんなにないので、渋谷の今ここにいる渋谷で古い記憶って思うと、中高この町で育ったので、中高の帰り道に先生にバレないように渋谷を徘徊した日々はなんとなく今日今思い出しましたね。どんな気持ちで歩いてたんだろう。この渋谷が世界だと思ってましたね。なんかちっちゃい世界だなと思ってました。多分3歳ぐらい、4歳ぐらいの誕生日になんかおままごとのセットみたいなのをおばあちゃんにもらったんですけど、お兄ちゃんにぐっちゃぐちゃにされて、でもう大泣きして、でそれをなんかおじいちゃんおばあちゃんがお兄ちゃん怒ってくれるみたいなのがあったんですけど、それはなんか悲しかったと思います。悲しかった、あぐちゃぐちゃにされてるって多分思ってたと思います。怒りではなかったんですね。怒り、私も同じだけお兄ちゃんに結構ひどいことしてたので、そこは多分おあいこぐらいにはちょっと思ってたんだと思うんですけど、でした。はい、これは本当に記憶なのか後から捏造したのかちょっと曖昧なんですけど、昔あのうちの母親があの化粧品屋さんをやってたんですけども、そのお店建てる前に自分の自宅の前にね、ショーウィンドウみたいなのを出して、で僕をおんぶした状態で販売してたっていうのが、僕の母親の背中越しにその時来てたお客さんとかな感じを覚えてるんですね。だからまだ赤ちゃんだと思いますけどね、あのその背中越しだったんで、その時の気持ちはまあ何でしょう、安心感ですかね、母親の背中にいるという、すごいなんか幸せな記憶ですね。はい。